こんにちは、MB です。ちょっとね、知り合いの古着屋さんに行ってきたんで、その映像をまずどうぞ。これ住所は何だろう。だ、大…駅は大田…大田の駅、大田橋、大田橋か、大田橋、大田橋近くの、お友達の沖縄タウン、沖縄タウン、この辺全然わかんないですけど、お友達の古着屋さん、チャーリー東京に来てます。これがね、すごいリメイク系がすごい多くてめっちゃいいです。なんだろう、これでもこれいいと思ったけどリメイクじゃないかも。めっちゃかわいい。ジャージの袖をつけてるシャツ。すげえ、ジャージ系めっちゃ豊富じゃないですか。クレイジーパターンのスウェットかわいい。おお、ジップつけてリメイクしてるのかな。ニット系も多いです。オリジナルも。リメイク案のいいな。そして30プレゼントでこれどこ出したら怒られるかな。大丈夫ですか。MB もらいました。ありがとうございます。というわけでリメイクものが多いんで、他にない古着がいっぱいあると思います。皆さんよかったら来てください。チャーリー東京、多分この辺に住所が出てると思います。はい、こんな感じですね。実は知り合いの古着屋さんで、ちょっと物色して買ってきました、いろいろ。で、その中の一つはこちらですね。ジャージ、リメイクのジャージなんですけど、最近ね、リメイク多いんですよ、古着のリメイクって。どこだっけ、ベイクルーズか。ベイクルーズとかも、古着のリメイクの業態で何店舗か展開してたりとか、まあ、割と大手の、そのセレクトショップとかが、割とこう手をかけてるような感じで、広がりが出てきましたね。本当に昔はね、地方の古着屋さんとか、その個展さんがね、自分たちで縫ってやってみたいな感じ。まあ僕の知り合いの古着屋さんもそうですけど、最近だと本当にアローズさんだったりとか、そのベイクルーズ、ジャーナルスタンダードとかね、その辺の大手が、リメイクのブランドをやったりとか、リメイクの商品やったりとか、結構、トレンドになってきてますね。まあ世の中って服溢れてますからね、その服溢れてる中で新しいものを作るっていうよりは、まあ古いものをこう組み合わせたりとか、直したりとかして、今っぽくトレンドっぽくしていくっていうのが、まあ当たり前の流れなのかなっていうふうには思います。なんか無駄に物を作るよりはそっちの方が、まあ社会的にもいいですよね。というわけで、ジャージのね、リメイクって結構多くて、これもそうなんですけど、元はなんかホワイトソックスとかのね、本当にこうシンプルな、ベースボールの、応援着なのかな、トラックジャケットかなんかだと思うんですけど、それをこうここでね、袖の部分で切り取ってですね、ちょっと色を入れてあげる。まあ黒白で地味なんでちょっとだけ色を入れてあげるみたいな。まあ幸いにして今ってその古着に向いてるトレンドで、その地味なシンプルなモノトーンなものよりもちょっとこうアクセントがあるものの方が今人気があるので、まあ前にもこれ動画で説明したと思うんですけど、ノームコアっていうシンプルなこうトレンドがだんだん消えつつあって、今は装飾っぽいものが流行ってきてると。で、まあ装飾っぽいって言っても、まあ全面派手なものとかだとやっぱりどうしても難しいんで、こういう風に袖だけちょっと色が入って入ってるとか、まあそうした時に、まあ無地の本当にシンプルなジャージに逆に派手なジャージに2つ揃った時に、まあリメイクしてお互いのいいところを取り合って、はいトレンド風みたいな感じのものが結構流行ってますね。で、僕の知り合いの古着屋さんって縫い子さんがもうその場にいるんで結構安く出せるんですね。このジャージも8000円ぐらいで売ってるんで、かなりお値打ちだと思います。で、こういうジャージって着こなしどうすればいいのかって思うと思うんですけど、まあ割とこういうね、ちょっと色が入ってるトラックジャケットみたいなジャージって結構 GU とかでもやってるし、古着屋さんとかでもやってるし、セレクトショップとかでもやってるんですけど、どんな風に着こなせばいいのかっていうと、まあまずはこんな感じですね。基本的にはやっぱりカジュアルなアイテムなんで、こういうジャージに、まあもちろん色落ちのデニムとか合わせてもいいんですけど、ちょっとなかなかハードルが高いんですね。どうしてもやっぱ子供っぽくなってしまうんで、どちらかというとスラックスとか、まあシャツとかニットとか、少しこう品のあるようなアイテム、ドレスっぽいアイテムと合わせて、ドレスとカジュアルのバランスを取るっていう考え方をするといいと思います。あともう一つ僕おすすめしたいのが、
コートの中に入れるっていうスタイルですね。実はジャージをコートの中に入れるスタイルって結構昔からフランスだったりとかイギリスとかでまあよく馴染んでるスタイルというか、ジャージをインナーにするとかって結構思うかもしれないんですけど、本当にバーバリーのコレクションとかではトレンチコート、バーバリーってトレンチコートの本当に老舗ですけども、バーバリーのコレクションとかだとトレンチコートの中に普通にカラフルなジャージとかを入れてですね、フォーマルなコートに対してカジュアルなジャージ、スポーティーなジャージを合わせることで中和して仕事着っぽく見せない、ドレスだけどちょっと崩して見せるっていう着こなしって本当に昔からあることなんですね。まあイタリア人とかもジャケット、テーラードのジャケットの中にジャージを合わせるみたいな着こなしって本当に昔からありましたし、2000年代くらいのドルチェ&ガッバーナとかの着こなしの中でもそういうのって普通にありました。なので、ジャージの使い方としては一つそのコートの中に入れてですね、ちょっとコートの中に入れてもジップだったりとか首元の装飾だったりとか配色だったりとかが少しやっぱ見えるので、普通にタートルネックとかハイネックとかニットとか合わせるよりもちょっとこう抜けた印象になるんですよね。まあ画像見ても分かる通りですけど、あんまりコートが決めた印象にならないと思うんですね。ジャージって本当にこう外でこうパッと着る、アウターとして着るっていうイメージが強い人多いと思うんですけど、実は冬のインナーとしてすごく優秀なので、でジャージってこう密度の高い化学繊維なんで風も止めてくれるから防寒性的にもプラスになるんですよね。ウールの、例えばウールのコートって保温性は確かに高いけど風は通しちゃうんですよ。まあそういうそのメリットデメリットが当然あって、で逆にジャージって保温性は低いけど通気性は悪いっていうか、そのなんていうかな、風は止めてくれる。化学繊維なんで天然繊維よりも糸が細いわけですよ。だから密度が濃くなって風止めてくれるんですよね。だから保温性は低いけど通気性が、まあ、低いジャージを中に入れて、でウールのコートは保温性が高いけど通気性が高いという感じなんで、お互いがこう補完関係になって冬場は暖かく感じるので、ジャージを中に入れるってその見た目の美しさ、バランスっていう話だけじゃなくて、その防寒性とか機能面でも非常にいい関係性にあると思いますんで、ぜひ試してみてください。首元も高いんでちょっとこうチェスターとかでね、首元が寝てるようなコートのアクセントにも使えると思います。はい、そんな感じでした。ちょっと今日はね、知り合いのお店行ったんでその紹介みたいな感じになっちゃいましたけども、興味があればこういうジャージ、ぜひ手に取ってみてください。MB チャンネル、こんな感じでファッションの話をバンバンしております。よろしければチャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。 MB でしょばべ。